今日は試写も半額で115円と自家製たくあん酒。誰も買わなくて半額になっちゃって115円いただきます。あ、うまい。ご飯も食べたいの。ししゃもも焼く前にこの尾びれとかなんかこの胸びれとかねハサミで切っちゃうんですね。すると非常に味も良くなる。尻尾が焦げるんですよね。あの綺麗な、こうやると全体的に火が通って焦げない。子持ちと違って身が多いですからね。脂が乗ってて、これはこれでうまい。でもやっぱり子持ちを食べたいですね。
セイコーマートの醤油ヌードル128円。もうちょっとセイコーマートのカードがあれば118円ぐらいで買えるみたいです、結構いい感じですけどね。ニンニクはこっちで入れました。これニンニクね、2かけ。